はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではドラゴンクエスト1、2、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、ベラヌールから、ペルポイの町に行きまして、そこで牢屋の鍵とね、水門の鍵を手に入れまして、でその後、テパの村に行ってね、その水門を開放しまして、で、またこのベラヌールにね、戻ってきたところで、まあ、前回はね、終了したんですけれども、今回はですね、前回前々回とね、まあ、いろいろ、鍵を手に入れましたので、まあ、今までね、開けてなかった扉を、まあ、開けに行く旅に出ようかなと思ってるんですけれども、その前に、実況外でレベル上げをしまして、ゴンゲンがレベル28、トンヌラがレベル27で、マイコがレベル22まで、上がっております。あと装備品なんですけれども、ゴンゲンに、光の剣と力の盾で、トンヌラに、光の剣、力の盾、魔法の鎧をね、まあ、買って装備してあるという状況になっております。まあ、ちょっとマイコはね、相変わらず、三河市の服と魔導士の杖で頑張ってもらってるんですけれども、まあ、今回ね、まあ、かなりパワーアップする予定なので、まあ、こうご期待といった感じですね。あ、そうだ、あと魔法もね、結構覚えまして、トンヌラが、まあ、スクルト、ザラキ、ザオリクを覚えたっていう感じですね。で、マイコが、まあ、イオナズンとザオリクが使えるようになったという感じになっております。そしたらまずは、まあ、トフェロスを唱えまして、まあ、船に乗るわけなんですけれども、前回ね、テパの村のドン・モハメに、水の羽衣を作ってくれるようにね、まあ、頼んでありますので、まずはテパの村にね、向かいたいと思います。トーヘロスがあっという間に切れますね。まあ、前回ね、テパの村の水門を開放してあるので、まあ、かなりね、近道が、まあ、できるんですけれど、まあ、それでもちょっと遠いですね。この細い川からかな。かなり入り組んでますね。なかなか操船も難しいですが、さーっと行っちゃいましょうか。うん、テパの村着きますね。あ、トフェロスが切れる。ではテパの村の、ドン・モハメに会いに行きましょう。まあ、かなりね、高飛車で嫌な感じのおじいちゃんでしたけれども、水の羽衣はできてるでしょうか。この金の鍵の扉の奥ですね。できてます。お、いいところに来た。今ちょうど出来上がったところじゃ。あ、そうですか。ほれ、これが水の羽衣じゃ。そちらの娘さんに着せるとよかろう。ありがとうございます。では早速装備しちゃいましょう。装備と、守備力が30上がりますね。まあ、力の盾は装備できないので、装備しないと。お、お前さんか。水の羽衣の具合はどうかね。このわしが精魂込めて折った羽衣じゃ。きっと役に立つだろうて。うん、ありがとうございます。まあ、高飛車なおじいちゃんから素敵なおじい様へ格上げかな。そしたら、まあ、テパの村はもう用事がありませんので、ルーラで一旦ベラヌールに戻りまして、今度はローレシアにね、まあ、向かいたいんですけれども、まあ、一応地図見ましょう。一
旦南に行ってからの方がいいかな。まあ、ちょっとね、一箇所寄りたい場所もありますので、まあ、一旦南に下がりまして、あ、違う、トヘロス。で、ちょっと西の方かな。今どの辺だろう。もうちょい南。トヘロス。あれ、ここはどこ？もうちょい西ですね。そしたらここの祠かな。ここにまずは行きましょう。ここはお告げ所。邪神の像を手に入れられたかな。いやーまだです。いいえ。邪神の像は海の真ん中深き洞窟に眠る。あ、そうですか。月のかけらを持つ者だけがその洞窟に入れると聞く。ペパの村を訪ねられよ。了解です。これはいだと。ならばロンダルキアの南の麓に行きならされ、沼地に入り像を天にかざせば奇跡が起こるという神のお告げじゃ。うん、なるほど。まあ、結構重要なヒントですね。では船に乗りまして、あれ、トヘロスって聞いてます？ついね、忘れちゃうんですよね。これで改めてローレシアのお城に向かいましょうか。まあ、ぐるっと回る感じになっちゃいますね。トヘロス。ここは銀の鍵を探しなさいとか言ってたおじいちゃんがいた祠かな。そしたらずっと西に行ってから北上かな。もうちょい西。ローレシアはこの橋の先ですよね。いや、懐かしい。帰ってきましたね。そしたらまずは右に見える宝物庫かな。この部屋に入ってくるとは何やつだ。己、盗人め、覚悟。いやいや、権現王子様でしたか。こりゃ、とんだ失礼を。まあ、しょうがないですね。命のピラミ。1199ゴールド。随分半端ですね。力の種。薬草。薬草はまあいらないので、投げ捨てましょう。ロトの印。これが重要ですね。不思議な木の実。そしたらガンガン種を食いましょう。命の木の実はとりあえず権現。5。力の種も権現。3。不思議な木の実はとりあえず舞子かな。3。ちょっといまいちですね。そしたら、こっちの地下牢ですね。ここは牢屋、王子様のような方がいらっしゃるところではありませぬぞーと。おい、牢屋の鍵は持ってるか。はい。ここを開けてくれたらいいことを教えてやるぜ。なんでしょう。不評ありがてえ。牢を開けてくれたお礼にいいことを教えてやろう。ロンダルキアに通じる洞窟に命の紋章があるらしいぜ。ああ、そうですか。結構重要なこと知ってますね。
そしたら、トラマナで、この人ですね。ほほほ、私をここから出してくれるんですか。ありがたいことです。あなたたちの亡骸をハーゴン様への手土産にしてあげましょう。丁寧な口調が腹立たしいですね。あ、いきなり襲ってきましたね。これはちょっと参った感じがしないでもありませんが魔法ストーンかな。で、マイコは、ヨナブ。うわ、ちょっと危ないぞ。そして効かない。いやー、ちょっとまずいですね。じゃあ力の盾、力の盾間に合うかな。力の盾危ない危ないな。じゃあトンヌラはとりあえずベホイミをマイコで、マイコは、ヨナズン。いや、ガンガン撃ってきますね。よし、いや危ない危ない結構苦戦しましたね。で、イカズチの杖ですね。ではこれを、マイコに渡しましょう。で、装備と、攻撃力が18上がったのかな。水の羽衣と、盾は持てない。いや、悪魔神官結構強かったですね。そしたらまあローレシア城はこんなもんかな。まあ、一応王様に会ってきますか。なんか話は変わってくるのかな。この辺は一緒かな。権現王子、たくましくなられて、爺は嬉しゅうございますぞーと。おう、ムーンブルクのマイコ王女ではないか。心配しておったのだぞ。お父上や、城の者たちのことは誠に残念であったが、そなただけでも無事でよかった。うん、そうですね。これからはこのわしがマイコの父親代わりじゃ。あれなんか急に話が変わってきましたね。困ったことがあったらいつでもわしに言うのだぞ。ありがとうございます、ロレシア王。うむ。このセリフはまあいいか。いいえ。はい。ゴンゲンとマイコが兄弟になっちゃうっていうことですもんね。いいのかな。まあ、ちょっと悪魔神官でかなり苦戦しましたんで止まりましょう。ふう。そしたら次はサマルトリアですね。ちょっとドヘロスが効いてるかどうかを忘れてしまいましたので、まあ、一応唱えましょう。リリーザの町は確か開けられる扉とかもなかったと思いますので、まあスルーかな。サマルトリアはまあ、この辺から歩いていきますか。あったあった。トヘロス。サマルトリアで取るものは、まずはこの宝箱かな。よくぞ来た、ロトの血を引きし者たちよ。さあ、宝箱を開け、その中のものを取るがよい。ありがとうございます。ロトの盾。ロトの盾は、権現しか多分装備ができないと思いますので、
装備しましょう。まあ、力の盾はね、まあ、さっき使ったみたいにあのベホイミがね、まあ、無限に使えるんで、まあ、一応ゴンゲにもね買ってあるという感じですね。妹はセリフは一緒かな。王様はどうでしょう。お、ソヌラではないか。よく書いたな。一緒か。いいえ。はい。まあ、トンヌラがあの呪いで動けなかった時にも一回ここには来ましたもんね。こっちの牢に捕まってる人は開けてあげたら話変わるのかな。一緒ですね。このヌストは一緒ですね。ではロトの盾を手に入れましたので、サマルトリアは OK と。そしたら次はムーンペタかな。ムーンペタはこっち側から行った方がいいかな。っていうかこっち側からしか行けないか。トヘロス、ずっと南ですよね。あれ、この川から入らないとダメかな。あったあった。突っ切りましょう。あ、戦闘。あ、そうだ。まあ、せっかく、イカズチの杖があるんで、使いましょう。どのくらい与えられます ?22。まあ、こんなもんかな。そしたらここの扉から先ですよね。まずはこのおじいちゃんかな。大きな海のどこかに精霊の祠があるそうじゃ。あ、そうですか。5つの紋章を手に入れた者はそこで精霊を呼び出すことができるという。もっとも、この言い伝えがどこまで本当なのか、それは誰も知らんがの。なるほど。まあ、こういう言い伝えが残ってるっていうことは、まあ、ある程度真実なんでしょうね。キーキー。これは、ベビル。ベビルか。まあ、ベギラマ?ヨナズン?当たるかな?あ、当たりませんでしたね。まあでも OK。あ、ちゃんと牢屋のグラフィックがあるんですね。悪魔の尻尾。悪魔の尻尾はまあ呪いのアイテムなんでね、まあいらないんですけれど。で、なんと水の紋章を見つけたということで、三つ目の紋章かな。うん、あのスライムの形をした、やつですね。そしたらムーンペタは OK。ではトヘロス。で、今度は、ムーンブルクのお城にね、ちょっと寄り道をしたいんですけれど、まあ、毒は作っちゃいましょう。まあ、前もね来たんですけれども、ちょっと一個ねアイテムを取り逃しておりますので、まあそれをねちょっと回収しようと思います。まあ、ベギラマ&イオナズンでガンガン倒していきましょう。
この魂の人は喋りましたよね。まあ毒もガンガン突っ切りましょう。まあ、大して減ってないですもんね。こっちかな？違いましたね。あったあった。命の木の実。じゃあ命の木の実も、ここは舞子に使いましょうか。4。まあ一応ここは舞子の、まあふるさとというかね、舞子が生まれ育った場所ですからね。では、あ、トヘロスが切れましたので、次は、まあ、とりあえずアレフガルド方面というか、湾に出てきた聖なる祠があった場所ですね。ここかな。まあ、今回はね、ロトの印がありますからね、堂々と行けますね。お、わしは待っておった。勇者ロトの子孫が現れるのを、そなたたちにロトの兜を授けよう。ありがとうございます。お、一応重要アイテムのテーマですね。あ、道具じゃない、装備と、守備力が14、まあ、結構上がりましたね。で、この旅の扉かな。まあ、ドラクエ1ではね、まあ、そもそも兜っていう防具はなかったですけれども。まあ、一応、イラストとかではね、兜被ってますからね。で、ここで、太陽の紋章を手に入れます。うん、4つ揃いましたね。あと1つ。命の紋章は、ロンダルキアに通じる道にあります、みたいなことをね、まあ、さっき、ムキムキの人が言ってましたが、ここにはもう用がないはず、行くがよい。はい。冷たいですね。そしたら、あとは、ラダトーム城かな。あ、でもラダトームは別に開けられる場所はなかったかな。まあ一応行ってみますか。あ、こっちじゃないわ。こっち側ですね。ですよね、ラダトーム城は特に牢屋の鍵で開けられる場所はないですよね。まあ一応ここにね、怪しい人はおりますが、こんなところまで来るとは仕方のないやつだな。わしはただの武器屋の隠居じゃよ。カッカッカ怪しい。そうですよね、ラダトーム城は OK ですよね。そしたらあとはルプガナにちょっと行ってみますかね。あ、でもルプガナも牢屋の鍵で開けられる場所はないかな。まあ、いっか。まあ、近いんでね、さーっと行って確認だけしましょう。どうだ？あったあった。このまま突っ切りますか。よし。こっちはセーブですもんね。
そっか、ループガナも特にはないか。なるほど。この山彦の笛をくれた人も以前話しましたもんね。では帰りましょう。これで帰りまして、で、ベダヌールで、まあ、牢屋に閉じ込められてる人かな。トラマナ、このバリア結構痛いんでね。おう、ここまで来れる、来られる奴がいたとは。あんたなら左に見える旅の扉へも入って行けるだろう。そしてたどり着いた場所こそがロンダルキアへ通じるただ一つの道。誰もこの俺の話を信じず、俺はこんなことになってしまったが、もし俺を信じてくれるなら、祠の出口を探すことだ。了解です。ちょっとね、喉がガサガサになってしまいましたが、まあ、ちょっと行ってみます。ここは確か事前に備えないとダメージ食らいますよね。まあここもね、まあいずれ行くことになるんですけれど、違う、とりあえずトラマナで、ここかな。あったあった、素早さの種。素早さの種は、まあ、ゴンゲに使いましょう。誰かいますね。この祠の西にロンダルキアへ通じる道があるという。しかし、お若いの、その道はかなり険しい。焦らずにな。了解です。まあ、本当に険しいですからね。まあ、スーファミ版でいくらか簡単になったとはいえ、なかなかね、きついですよね。キーキー、いじめないでくれよ。いいこと教えるからさ。ムーンペタの町に水の紋章があるって話だよ。あ、そうですか。知ってます。君の仲間みたいな人が持ってましたね。あ、そっか。外に出ちゃダメですね。ここはダメージ食らう？あ、食らいますね。まあ、ということで、まあ、いろいろね、アイテムを回収して、まあ、紋章もね、2つ手に入れましたね。では、今回もまた、このベラヌールでセーブをして終了しましょう。まあ、いろいろね、いらないアイテムとか持ってるんで、まあ、その辺はちょっと実況外でね、まあ、アイテムの整理をね、しちゃいたいと思います。結構ね、レベルもなかなか上がりづらくなりますね。では、1番かな。これで OK でしょう。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。